今回は宮崎県の青島パークゴルフ場にやってきました。通称青パコです。よく知ってますよ。勉強ができてさすがです。いや、拍手いきましたけど、パークゴルフってのはこの中で私はやったことないんですけど、ひかりちゃん北海道はパークゴルフすごく盛んだよね。はい、そうですね。コースもたくさんあって、うん、私も少しだけやったことあります。本当、はい、宮崎地元の、そう、地元なんですけど、私ここにも来るの初めてです。あ、やったことはないです。ない。はい、で量はどう？僕も1回2回ありますね。今日はあの3ホール、はい、4人で回りながらこうスコアを、ね、あの競いながらやりたいんですが、はい、今回はですね、こちらのコースと名物コース、はい、パームがあるコース、なるほど、そちらの方でですねお楽しみいただければと思います。パーは4と、はい、次がパー5、その次はパー4になります。わかりました、はい、私実は打ったこともちゃんと見たことないんですが、おっとすごいすごくないですか。我らがキャロウェイゴルフがしかもちゃんと2ボール2ボールです多分この今日パークゴルフやってこのクラブが気に入って多分誰かバックに忍ばせるねえ、4本あり、あ、でこれでいいのかな、まあ、まあ好きな、こっちはちょっとビッグバーサーで、すごい、ツーボール、いや女性陣はツーボール、男性はビッグバーサーで、これすごいビッグバーサーって書いてある、かっこいいバーサーなんかあと僕もう一つルール聞いたのが、うん、あのバックスイングとかで木に当たってはいけないと、うん、そういうのもあるんですか、なるほど、もともとがそのパークゴルフで、はい、木を守りましょうと、おっしゃる通りでございます。さすが勉強会しかさ、頭下がりなるほど、今もらってきたばっかりではどうしましょう、やったことのあるひかりちゃんから言ってみないですか。そんなにやったことないですよ、ね、いやいや、経験値が高い人がいましょうよ、はい、よし、こうパー4です、はい、いきます。あ、藤田ひかりさん OB です。 あれ OB ですか。そうです、白くやりましょう。じゃあ、あすかちゃん地元、地元関係ない関係ないいやいや、なんかほらこの芝のさ、足からく感じとこ、え、ここでいいんですか。いやいや、もうその線の後ろならいいって言ったから、はい、そうそう、あの石を狙って、よし、行きます。おー、うまいうまいうまい、結構インパクト重みがあるね。やっぱり OB いっちゃうんじゃないこれ。あれ、あ、OB です。え、OB? 嘘、 OB 像に入りましたね。 OB、 ね、うわー、これ、そっか、ちょっとパタースタイルでいきたいですね。おー、これうまい、なんかつまんない、うますぎてつまんない、これ全然困んないよね。じゃあ3人見ましたから、もうこれ技使います、僕技使いますから、入れちゃってください。いいんですか、僕ね、技なんかいろんな打ち方していいはずだから、僕あえてカットボールでいきます。打てるのかな、弱くないかな、弱くないかな、弱い、セーフ、はい、でもまあまあまあ、それじゃあ、次はこのまま行っていいですか。これ強すぎたら、この奥の OB に、そういうことなんですよ。いや、ロフトないから捕まんないね、ちょっと右行くね、難しい、まあでもナイスパス、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 いきますよ、左向かって、ちょっとカット目に、カットに入れたから、おお、カット、伸び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 、おい、戻れ戻れ、これは OK はないんですよね。OK です、もう先に入れてもらってもいいですか。じゃあ先に、でもイエーイ、ナイスバーディー、もう重たいボール、もうなかなかバーディーないんで最近うまいよ、うまいよ、じゃあうまい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 、入れてボギー、次ボギーパットだね、苦しい、ボギー言ってるから、しっかり来たね、これ、あー、強い、なるほど、次はじゃあ、リョウのイーグルパット、はい、すげえ緊張するよーい、イーグル、イーグル、軽くイーグル取れちゃった、すごい簡単、ねえ、ヒカルちゃん、ダボパットお願いしますこれ入んないよ、いつまで経ってもうまい、うわ、先行こう、すごいなんかグリーンが速く感じますね、最後なんか伸びがすごい強い、
ボギーパット。あ、そうやボギーパット。あるんだね。オッケー、ナイスボギー、ナイスボギー。オッケー、二三五七。打ってる感じがすごい本格的ですね。そうね。100メートルですよ。100メートルパー5。どこで、どこ全く旗が分かりません。あのホテルの目の前にですね、白い旗がありまして、7番という旗がございます。怖いな。はい、行きます。うまい。うまっ。やっぱりうまいな。うまい。やっぱちょっと飛んでない。いやいやいや、でもすごいいい距離感。はい。パークゴルフ転向しようかな。じゃあ行きます。まっすぐ。やっぱ捕まらないな。捕まらない。あ、もっと全然打っちゃっていいんだな。おーおー、ビビってたらもうやっちゃうから、ゴルフと一緒で。もう握り方、ショットの握り方。そう。ショットの握り方。あ、ショットにした。やっぱパットじゃ飛ばないんだな。おー、うまい。うわー、すごいすごい、これ飛んだ。おー、うまい。うわー、すごいすごい、これ飛んだ。これ意外といかないのかな。いいところ。いや、行ってる行ってる行ってる。おー、おーすごい。ちょっとこの後に打ちたくないんだけど。ひかりちゃんどうする？これは今回は。とりあえず OB 行かないように。うん、行きます。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。あ、ストップストップストップ。OB じゃん。握っちゃう。また OB だこれは。うん、行きまーす。いいいい、うん、待って OB に向かってる。全然全然大丈夫でしょ。泳げててる。おー、危ない。すいません、石川先生マークしていただいてよろしいですか。私はアスカちゃんは、アスカちゃんもしといてくれる。私はしなくていいかな。もうヒカリちゃんも全く目に入ってないんで大丈夫です。はい。深掘り第2打。あ、飛ばないわやっぱり。なんだ、全然パンチねえや。距離感が本当だ。自分の感じじゃ本当飛ばないんだな。お、オッケー。いい感じ。ナイス距離感、オッケー。ちょっと良くなった。これ入れば、アルバトロス？おお。いや、アルバトロスチャンスだったんだけどね。フック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 。おー、惜しい。ちょっと先行っちゃいます。ナイスバーディー。ありがとうございます。来た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 。おー、惜しい。ねえ、ナイスイーグル、ナイスイーグル。おー、イーグルパット外れました。ナイスバーディー、ナイスバーディー。オッケー、おー。オッケー、おー。ゴルフっぽい。ゴルフっぽいね。マジか。いいものを見てますよ。いいものも悪いもの、こういう風な楽しみがあるっていうね。最終ホール3ホール目来ましたが、はい、どこをどう狙っていけばいいんですか、はい、このホール。あのこちらはですね、はい、2つルートがございます、はい、1つ目のルートはですね、細いんですけど、ここを、あ、なるほどな、一番近くはなるんですけど、あの OB 杭がありますので、OB になる可能性も十分高いです。なるほど、はい、でもう1つはですね、安全にですね、うん、ちょっと遠回りするんですけど、こちらから少し抜けてもらう。なるほど、狙う。こちらの2通りのパターンになります。よし、行きます。細いとこ狙います。当たっちゃった。やばい。うわ。あれがあるんだ。あれがあるんだね。そうなんです。ああ、まあでもナイストライ。林の中から打ってる感じがその。試合でよく見えるよく見る感じ。じゃあ一番得意じゃない。得意分野ね。これいったんじゃない。おお。これいったんじゃない。おお。さあ距離感。あれ先どうなってんだろう、どうなってんだろう。帰ってきた。
こと言ってみないとわからないですけど。だから強さと方向が大事なんですよ。僕も狙います。ここだな。優しい優しい。どうこの距離感。いい感じ。チャンス出てきた。伸びろ伸びろ。さすが。やっぱ後が楽なんですよ。さあひかりちゃんもう分かったでしょ。それはみんなが狙ってるから私はちょっと優しいコースで行こうと。ああいいねいいね。ブンスタンス。はい、じゃあ行け。セーフ。おお、止まった。セーフ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 。止まった。セーフセーフセーフ。おいい感じ。おおいい感じいい感じ。うん。ナイスナイス。よしよしよし。狙っちゃ狙っちゃいガツンと。うん、奥 OB やるから。忘れてたけど。第4打。まだまだ。お、あいい。あ来たよこれ。来た来た来た。グリーン早い。ああでもナイスストローク。ナイスストローク。あ、うまい。ストップストップ。ああ、重みがどんどん足されるから曲がりにくいんだね。入ればイーグル。ダメだってそんな打っちゃ。ダメだってそんな打っちゃ。おーっと。惜しい。はい、ナイス。はい、はい、バーディーです。もうイーグルパット。しかも入っちゃう。いやでもナイスナイス。バッチリ。はい。ナイスバーディー。ナイスバーディー。今全然違いますからね。全然。おお、ナイスボギー、ナイスボギー。いや楽しいな。もう楽しいね。結構楽しい。オッケー、ナイスパー、ナイスパー。やっとパー取れた。成長成長。ね。どうですかみんなやって。なんかあの達人のやっぱ見てみたいですね。見たいね。ちょっとそれ見たいね。ちょっと動画で検索したいと思います。あのキャロウェイも今度この新しいね参入していいクラブ作ってきてるし。ビッグアサー出して、うん、ちょっとゴルフとは違う、ね、ちょっと違いますね。ただアスカちゃんあれだよね、ボギー打ってもすぐイーグル取れるチャンスがあるという。そう、それが多分一番いいところじゃないですかね。楽しいです本当に。そうだね、はい、あの距離的にもみんなが楽しめるんで、きっとこれは本当幅広くやれるスポーツだと思うんで、ぜひ僕らもやってみたいし、あのぜひこのパーゴルフでキャロウェイのクラブを使って一緒に楽しめればと思ってますね。新鮮ですね。本当新鮮、はい、もっとやりたい、うん、もう少し練習させてください。やっぱりね、プロ魂があるんですよ。